はい、どうもこんにちは、室谷修一です。今回はですね、僕のクラブセッティングについてお話をしていきたいと思います。チホンと聞いてですね、驚かれる方も、少なくないと思うんですけれども、僕ももちろんですね、ツアーでこう選手として活動していた時は、バックに14本入ってプレーしていましたし、17、8本ですね、バックに入れて、そのコースとか、自分の調子に合わせて、14本を決めていた時期ももちろんあります。で、今なんでこう8本になっているのか理由のお話もしながら、ちょっとこの8本を、紹介していきたいと思います。パターの紹介からいきたいと思います。随分昔のモデルです。2012年ぐらいのモデルだと思うんですけど、モデルはこのスコッティ・キャメロンの、いますかね、カリフォルニアの、ハリウッド。これはですね、一目惚れです。見た瞬間に、あ、これだなと思って、買いました。長さはですね、33インチ、中尺とか、長尺ですね、長いの46インチと、中尺だと37、8インチ、結局これに戻ってきてしまうなっていうパターン、これからも、このまま使い続けるんじゃないかな。ハンドウェッジはこれですね、三浦の MB5000WB、ロフト表記は58度。これ実際はですね、ロフトを、56.5 度ぐらいにこう立てて、使っています。ソールを削っていたり、鉛をこうちょっと張っていたり、いろいろ自分なりにこう工夫をして、使っている一本ですね。バンカーからアプローチから、ラフから打ったり、何でもこうアプローチ、グリーン周りのアプローチはあれ1本でやっています。これアイアンはこう1番2番3番、このゴルフ場に行ってもキャディーさんにまず驚かれるこの3本。モデルはこのプロトタイプフォージと、今お世話になっている池袋のチップゴルフさんっていう工房のオリジナルのヘッド、店長のフィッティングをしてもらいながら、あの3本これ作っていったっていう感じの、クラブになっています。フィッティングで一番大事に、したのは、いくつかポイントはあるんですけど、大まかに言うと、そのクラブの長さをどうするか、あとはその距離ですね、距離がこうどのぐらいの差が出るかっていうところ、この2点に大まかに注目して、フィッティングをやってもらいました。同じようなこう長さになっています。スタルの長さはだいたい一般的な9番アイアンの長さぐらいに仕上げてもらっています。なんとなくこの自然に構えてみると、9番をこうスッと構える感じの、僕の体がですね、アドレスがそうなるので、その長さで作ってもらったような感じになっています。ユーティリティは最近こう変えました。フライハイトさんっていうところの、新しいモデル。この表示なんですが、0で、27度のこうロフト、このもともとは7番っていう表記だったらしいんですけども、アイアンが僕1番2番3番っていう表示になってるので、ちょっとこれ白くですね、こう0になるようにこう塗ってもらったっていう、非常にこう打ちやすくて、27度なのでだいたい190から210ヤードぐらい、これはもう一発打っただけで気に入って、その場で一つ、注文。長さ、カーボンで長さは 36.5 だったかな、8番円ぐらいの長さで190とか打てるとかなり簡単にゴルフできるので、それがですね、一番こう気に入っている理由です。見た目もね、こうちょっとこう黒くてシャープに構えやすい、正面からとこんな感じです。で、裏側は、こういう感じで、フェアウェイウッドはですね、バックに入れていません。練習もですね、結構難しいし、コースで使うのも結構フェアウェイウッドは大変ですよね、難しいですよね、なのであまり難しいクラブはバックに入れたくない。で、最後に残っているこのドライバーなんですけども、ドライバーは2本です。最近まではですね、ドライバーも実は1本で、バッグの中には7本しかクラブ入っていなかったんですね。
ただこの最近そのドライバーを1本新調しまして、もともとこれはもうバッグにドライバーを2本入れるつもりの、まあ、2本目のドライバーという意味で、新調をしました。この2本で、これからはゴルフちょっと楽しんでみようかなと思っています。ではこの2本のドライバーの、まあ、違いというか何が違うのこのドライバー2本というのはという話をですね、していきたいと思います。1つですね、1つ目、これはもともと使っていたドライバーなんですけれども、モデルは、フライハイトさん GXD6014 というモデルで、まあ、結構このフェースの、この高さがですね比較的こう高め、かなり高めのモデルになっています。でロフトは14とか15だと一般的なこう3番ウッド、まあ、いわゆるスプーンのですねと同じぐらいのロフトで、長さは42インチぐらいなんで、5番ウッドぐらいです。5番ウッドの長さで3番ウッドの、ロフトのドライバーも比較的球のつかまりも良くて、何も考えずに強いフックが結構打ちやすいっていうモデルになっています。場合によってはフェアウェイから打つことも、ライが良かったりとかですね、条件が揃っていればフェアウェイとかから使うことも考えるクラブなんですね。この苦手なボール、ちょっとこうスライス右にこう切れていくようなボールっていうのが比較的こう自然に打ちやすいモデルです。これモデルはロマロさんっていうメーカーの新しいモデルですね。ロフトは12度ぐらい、フトはこれチップゴルフさんのまた、オリジナルですね。ロフト多め でフェースの高さもさっきのクラブと比べるとちょっと低めになるんですが、まあ、柔らかいこう右にちょっと切れやすい球が打ちやすい、仕様になっていて、これはですね、そのホールによって左が怖いホールはあんまり強いフックにならないように、じゃあこっちのドライバーでまあ間違っても左にはいかないようなのを打って、そのホールを攻略できたらいいんじゃないかというふうに考えて、これ8本目に入れています。はい、これで僕のバッグに入っている8本のクラブの紹介は全て終了です。でまずこのお話を通して、僕のそのクラブセッティングのコンセプトは何だったかっていうと、まあ、使いにくいクラブは使わないで、皆さんもですね、そのバッグにこうたくさんクラブが入ってると思うんですが、使わないクラブって意外とあると思うんですよね。コースで使わないクラブって、まあ、なんかこうこれあんまり使わなかったな、まあ、3番ウッドあんま使わなかったなとかっていうのをこう何ラウンドかこうメモカードにメモしていってもらうと出てくると思うんですね。で実際それはやっぱいらないと思うし、なくてもそんなにこの困らない番手だと思うんですね、そのタイミングでは。なんでそれが分かったら次回のラウンドではその一回抜いちゃう、抜いてラウンドに行ってみて、まあ、それをこう繰り返し繰り返しやってみて、自分にこう最適な本数ってまず何本ぐらいかなっていうのをちょっと見極めてもらうといいと思います。ゴルフショップに相談したり、ゴルフの工房さんだったり、ゴルフのレッスンのコーチだったりに相談をしてみて、また改めて考えていってみる。でこういうのを繰り返していくと、自分にこう最適な、まあ、クラブの本数も分かりやすいし、構成も分かりやすいし、ゴルフのこう楽しみ方ですよね、このプレーの楽しみ方っていうのも皆さんそれぞれにやっぱあるはずで、まあそれもだんだんこう見つかってくると思いますので、ぜひですね、今日のこのお話を参考にちょっとその辺を見直してもらえたら嬉しいなと思っています。で次回以降はですね、またこのドライバーをちょっと打ってみながらお話をしたりとか、ユーティリティを打ってみたり、お花打ってみてお話をしたりとか、まあ、そういうビデオもですね、次回以降ちょっと作っていきたいと思っていますので、そちらもですね、ぜひまた楽しみにしていてください。それではまた次回以降のビデオで、さよなら。